毎度どうも、岩本でございます。おー、2020年のドラフト会議が終わったやないですか。いろんなドラマがありましたね。そのドラフト会議について岩本がウォー、もしくはウォー、いろんなデジタル加工も使いながら皆さんと振り返ろうじゃありませんか。まずは大注目の早稲田大学の早川投手ね。強豪4球団強豪の末、楽天の GM 石井和久さんね、引き強いね。あの時、まあ各チーム別室に部屋が設けられてて、あのエリアが設けられてて、もう獲得、交渉権獲得した時の皆さんの喜び方、まあ楽天ファンの方も同じように喜んだでしょうね。まあなんといっても、まあ今年ナンバーワン左腕、即戦力のそのピッチャーを競合の末引き当てたわけやから。これ既存の選手たちもグッと来るよ。イーグルス左の若手ピッチャーもいるし、まあ右もいる。若手ピッチャーが多い中で、ドラフトで、何者の選手が入ってくるっていうのは刺激になるわ。これまた今僕新聞持ってんね。これ久しぶりに新聞買うた。まあ新聞読まないわけじゃないですよ。新聞って行く先行く先で、例えばテレビ番組とかラジオ番組とか行った時には行く先行く先で必ず置いてあるんで、自分で買うっていうことがちょっと離れていた。150円、よく新聞買ってた頃は120円やったかな。今はこの情報詰まってるのを考えたら150円安いね。それとやっぱりこうスマホとかタブレット、パソコンでそっちで情報を得るんで、こういう紙媒体、新聞とちょっと遠ざかってて今向き合ってて、なんか新鮮やわ。男前やなこれ。早川君、パ・リーグを盛り上げてくれよなあ。今日も皆さんもえらい新聞見てるんじゃん。じゃあパ・リーグから行ってみようか。あ、オリックス1位投手、ハムも投手で、楽天は早川君でしょ。うん、ロッテはこう面白いの、あ、ロッテちゃうわ、西武面白いの取ったで。うん、あ、ロッテもピッチャー、左ピッチャーで、ソフトバンクは内野手か。あ、ピッチャー予算あるからね。まあいろんなチーム事情出てるわね。これまたね、パ・リーグにね、いい風吹かす選手が入団しそうだわ。ライオンズの1位指名の渡辺健人、うわ、176センチの112キロ、最高に魅力のある体型やないの。おね、今新聞に載ってる顔見たら、どっか各界に入りそう、どっかの部屋に入りそうな、そういう雰囲気で記者会見受けてる模様が載ってるんだわ。ほんでまた周りの人の表情を見ても、彼はすぐ人気者になるね。うん、人間としての魅力がありそうやね。もう中村武也、山川穂高で、その後渡辺健人と、もうおかわり君がおかわりおかわり言うてきて、これおかわり君賛成言われてるやんか。うん、パ・リーグへようこそ。うん、で人気実力認められた時にはぜひまたこのチャンネルでもうパガを紹介させてよ。頼むよ、パ・リーグの顔となった選手、そういう意味で言わして。魅力あるわ。これまたオリックスのあれ、あの選手、育成から、勝ったあの選手もピリッと来とるんちゃうかな、ライバル心持ってるんちゃうか。うん。まあ、ファイターズのね、ドラフトもいた。あ、これちょっと置いとこうか。セ・リーグ。まあ、ちょっと目玉どころをね、皆さんと振り返ってるんですよ。阪神タイガース、おめでとうございます。矢野監督、素晴らしくおめでとうございます。嬉しそうでしたね。まあ、タイガースドラフトで9時相当運が悪いって言われ続けてますから、関西、大阪エリアでは。うん、もう一番の注目の選手でしたね、近畿大学の佐藤輝明。もう左のもう大スラッガーですよ。うん、長打力もあれば、ええ顔してるんやわ。これはもう背顔ですわ。うん、で、阪神タイガース、大山もぐぐーっと成長してるし、これ、左の大砲がものになった時には、あの OB 会長のあの方も、興奮するんじゃないかと思いますよ。何を言っとるんや岩本。佐藤は阪神に来る思とったわけよ。よ、阪神 OB 会長の川藤幸三も朝からテンション上がったで。佐藤はのインサイドをさばくのもうまい。アウトコースも浜風に乗せてレフトスタンド入れるやろ。ええバッターが矢野がよう引き上げたの。わしも気分がええわ朝から。加藤さん前降りてきてたな。デジタル加工や、びっくりするわ。うん、阪神の様が変わるかな。うん、僕はそう思って期待寄せてますよ。まあセントラルリーグも各チーム、スカウトの方々、まあこれセパ両方ですよね。今年のドラフトの指名は難しかったと思う。その中でまあこうやって見てると、有能な選手をよくぞ見つけてくれました。
私たち解説者もなかなか情報がなかったんで難しかったんですよ。でこうやってある意味パッと蓋を開けてみると、いや素晴らしい12球団のスカウトの方、難しかったでしょ、大変やったでしょ、でもプロ野球界のことを思ってね、これだけ全国をもう限られたルールの中で走り回って見つけてきてくれたこの若い選手たち、必ず各チームが責任を持って育ててくれると思いますんでね、安心してください。さあ、私北海道日本ハムファイターズ出身、所属していました。これね、伊藤大海、苫小牧駒大、一回東京の駒澤大学行ってて、で辞めたんかな、なんかどんな事情があるのか僕は詳しいの知らないけども、年頃の時にそういう環境の変化がある中、しっかり野球と向き合いながら、なんかペナルティ的要素でその学校を移ると1年間試合に出れないとかなんかあったんやってね、僕大学行ってないんでちょっとその辺詳しくなかったんやけども、そういうのも乗り越えてジャパンに選ばれたりとか、しっかり自分の実力を磨き続けてきたその伊藤大海、ハート強そうやで、ハート強いことを祈るわ。でまたファイターズがね、一本釣りで単独指名で、彼は先発としても抑えとしても期待を寄せれる、アマチュアのピッチャーでいきなりプロ野球でそういう見込みがあるって言われる選手少ないんですよ。というのはそれぞれ違った難しさがあり、その両方の可能性を持っているっていうのはそういうよっぽど能力の高いピッチャーなんやろね。で投げてる姿見ても馬力あるわ、馬力ある、うん、最近シュッとしたピッチャー多かったけど、彼もこうボテとは言ってないけども、シュッとしてる中で体動かしてるとこ見たらバネがあんねん、バネがあんねん、で伸び盛りの吉田康生あたりがごっと何か刺激受けるんちゃうかな。で去年のドラ1の河野投手も右と左違うとしても同世代として切磋琢磨してほしいんですよ。ほんでね、注目してほしいのは2位の五十幡亮太、めちゃめちゃ俊足、佐野日大から中央大学か、彼めちゃくちゃ足速くて、まあファイターズはね西川遥輝がアメリカに行くとかそういう発言もしてるんで、まあどやっていう話なんですけども、やっぱ外野手の息のいいの欲しかったよね。でもドラフト前からファイターズだけが注目してたのではなく、全チームが注目していたその選手なんですよ。中学校時代に陸上でサニブラウンを 100m と 200m で抑えてるっていうやん。俺そういう情報を聞いてて、どこかテレビその映像流してくれないかなと思ったら流れてきた、見た、何がびっくり、スタートダッシュトルク強いわ、パーンのスタート強い、ということは盗塁のスタートダッシュ強いということですよね。野球向きとも言える、ストップ&ゴーが強い選手、すごくベースランニングいい味出すんですよ。スタートでしょ、スライディング、何か起きたらそこからもう一度スタートなどなど、ストップ&ゴー、トルクの高い選手が強い、それが見込める選手、入団しましたから北の大地北海道日本ハムファイターズに、155キロ、で俊足も 50m5 秒台のめちゃくちゃスタートダッシュのいい足の速い選手、まあ結構パリーグビキで喋ってしまって申し訳ないんですけども、セントラルリーグもいい選手をそれぞれのチームがしっかり獲得できたし、でまだまだパリーグもここ20年見てると、まあ、ドラフトで、まあ、結構ビッグネーム獲得してるように僕は勝手に感じてるかな。なので最近セパ両リーグ人気もすごく均等化してきたし、各チームそれぞれのカラーがしっかり出せるようになってきたもんね。サニブラウンより早かったって、まあ今サニブラウン君はもう世界の舞台で戦っている、もうそこからもう中学の時からすると比較にならないぐらい能力は上げてるんだけども、その可能性を持った選手と肩を並べて戦ってたっていう選手が野球の道を選んでプロ野球選手になるんやもん。また2021年もプロ野球目が離せませんな、そういう気持ちを大きく大きく膨らませてくれた今回のドラフト会議、どのチームにどの選手が交渉権獲得できるかなどなど、ね、そうでなくても注目の高いその1日なんですけども、交渉権獲得したチーム、そして交渉権を獲得してもらったその野球人たちが大きく喜んでる、で周りの人もテンション上がってるっていうのはね、コロナ禍の影響でちょっと野球関係も少し暗くなり
ガチやったけども、スカウトマンの方々の頑張りにより、そしてプロ野球団の、今シーズンの踏ん張り頑張りと、で来季に向けてもっと頑張ろうという欲、向上心ですよ、はい、チーム上げての向上心ですね。その充実がこのドラフトの充実につながり、2021年改めてね、プロ野球ってええなー、プロ野球ってすごいなーと皆さんに言わせてくれるんじゃないかと大きく期待を寄せております。はい、もう昨日のドラフト会議興奮興奮で、もう朝起きていきなり私動画回してますよ。賛同ください、チャンネル登録ください。またお会いしましょう。毎度お気に。ドラフト会議にもいろいろあるね。珍事件が一つあったよ。ジャイアンツがね、坂本勇人選手っているでしょ、同姓同名の坂本勇人選手を指名したんやわ。佐賀県唐津商業から強肩のキャッチャーらしいね。取ってからもめちゃめちゃ早いっていうやんか。それも安倍晋之助二軍監督がそこに参加して自らで指名したっていう、もう珍しいことやんか。将来ショート坂本勇人、キャッチャー坂本勇人、うわセンターラインが坂本勇人で、なんとなく安倍晋之助監督になった時にジャイアンツのあり方っていうのが見えてきたね。なんかもう自分でも構成してんのかな。同姓同名、漢字も一緒となると、かつて日本ハムファイターズに田中幸雄さんっていう方がおられて、ピッチャーの田中幸雄さん背高いね。ほんでショートストップ内野手だった田中幸雄さんも実は体でかいんやけども、ピッチャーの方が大きいから、その人が大雪、ほんで180センチ以上ある田中幸雄さんもショートストップの小雪ってニックネームで呼び分けてたんやて。だって背中一緒やもんね、名字、あの名前は、田中幸雄、同姓同名、漢字も一緒。ジャイアンツが坂本勇人、同姓同名、漢字も一緒。これから新聞の活字とか、それぞれの野球ニュース困るね。いろんな枕言葉つけやなあかんから。でもこういう話題が盛り上がって、安倍晋之助が徐々に徐々になんか新しいジャイアンツ像を描いてんのかな。なんか不思議な思いでこのドラフト指名を見守らさせていただきました。見守らさせていただきました。毎度お気に入り。